また、今回の復興に当たりましては、災害廃棄物の処理が不可欠であります。そういった事情につきまして、検察の上、県民の方々からご理解、ご協力を賜りますよう、お願いいたしまして、私からの説明とさせていただきます。どうもありがとうございました。